メンタルエステスクール代表の斉藤幸男です。真の幸せな成功法則、成功するエネルギー、今回40回目です。40回目のポイントは、疑問。あなたはいろんなことに疑問を持って見てますか？あ、これどうしてこうなってんだろう、あれはなんでこうなんだろう、なんでこうなった、ってその疑問を持つことがいろんな発想であるとか、いろんな、アイデアを呼んでくるものです。あれ、これってどうなってんだろうっていうことが新たなるアイデアにつながることも多いです。疑問を持っていくことってやっぱり次に進んでいくステップにもなっていきますから、なんかこう、なんでこうなってる？クエスチョンマーク、やっぱりそんなことを持ちながら日々いろんなものを見てみてください。これも成功していくための一つのポイントでもあります。それではまた。